グロスター・ジャベリング・ロスター・ジャベリン FAW-9 第11飛行隊所属。1965年9月18日撮影。グロスター・ジャベリンとは、イギリスの航空機メーカー、グロスター・エアクラフト社がイギリス空軍向きに開発した戦闘機。イギリス空軍発の超音速デルタ翼機であり、イギリスでは初の設計段階から全転向戦闘機として開発された機体でもある。 試作機も含めると436機が生産された。輸出は一切行われず、全機がイギリス空軍で運用された。ジャベリンとは、投擲ありのい。1947年1月24日、イギリス航空省は、新型ピルマ戦闘機と、副座や艦戦闘機の2機種についての要求使用書、会44、46を掲示した。グロスター社はこれに対して、 以前から研究していた2種類のデルタ翼機の設計案を送り、これは翌年の1948年に解44、46は計画要求227号に関連して新たにまとめられた要求使用楽器である解4、48に対する試作設計案として統合され、P272 の名称で採用された。P272 は2機の試作機が製作され、 競争案のデハビランド DH-110 との比較の結果、性能自体は DH-110 の方が優れているとして、当初はそちらの採用が決定していたが、DH-110 は1952年のファンボロー、国際航空省でデモ飛行中に空中分解事故を起こし、乗員2名だけでなく、多数の観客を巻き込み、 うち28名が死亡する第三次となったことから、発注はキャンセルされ、機体構造が強固であり、また将来の発展の余地がある、として、イギリス航空省は、改めて P272 を採用することに、決定した。P272 の試作1号機は、テストパイロットのビル・ウォーター等の操縦により1951年11月26日に、初飛行した。 前例のないデルタ翼形状のジェット機であったために、開発は難航し、各部の細かい改良と変更が行われながら、試験飛行が繰り返された。1952年6月11日には、試験飛行中に、試作2号機が墜落、パイロットが死亡する事故が発生している。続いて6月29日の試験飛行では、着陸時の事故で、試作1号機が失われ、 すべての試作機が失われたが、DH-110 の開発中止を受けて、開発計画が再開された後には、P-280 と改名されて、改めて試作型2機が発注され、加えて、戦闘機型3機及び練習機型1機が追加発注されている。翌1953年3月7日には、追加発注された中の最初の1機が完成。 3号機以降はレーダー及び固定武装を搭載した実用試験機として製作されている。エンジンも出力が強化されたサファイアサ a 6に変更され、以後は回収と改善を繰り返しつつも開発は順調に進み、1953年7月には P280 はグロスタージャベリンの名称で採用され、200機が発注された。 量産型のジャベリン F マーク1は1954年7月22日に発飛行し、舞台配備が進められた。ジャベリンは強力なアームストロングシドレイサファイアターボジェットエンジンを2機搭載、クランク付け主翼前縁、動力型エルロン、パースペックス射精、キャノピー、アデン 30mm 機関砲などの多くの新機軸が盛り込まれ、 高性能な全転候戦闘機として期待された。1953年7月4日の超音速、飛行試験において、ソニックブームが観測され、ジャベリンが超音速機であることが確認されている。もっとも、主翼は内翼部の厚比10%という分厚いもので、ジェットエンジンの吸気口の形状も円が厚く、空気抵抗が大きかった。また量産型では、翼端失速防止のため、 主翼前縁の抗体角が緩くなるよう回収された。これらのことから量産型の最大速度は時速 1000km に到達するかしないかといったところに止まり、当時のアメリカ空軍の戦闘機械マイナス100にデルタダガーと比べるとやや見劣りした。またエンジンの燃料消費量が多いため航続力が不足していることが指摘された。このため後期生産型ではエンジンを強化し、 アフターバーナー付けの差 7R とし、これにより、時速 1000km 突破が可能になった。また、航続距離確保のために機種に空中給油、プロープを装着した。その後、超音速で飛行可能になり、エストールの能力も付与された。3機編隊で極技飛行を披露する、第64飛行隊のジャベリン FAW-6、1959年の撮影最初の、 量産型であるジャベリン FAW-1 マーク I は1956年にオディハム空軍基地で、グロスターミーティアを装備する第46飛行隊への配備を皮切りに装備が進められた。第46飛行隊以外にも、第11飛行隊、第25飛行隊、第60飛行隊など、ミーティア夜間戦闘機部隊に、ジャベリンが引き渡された。特に、西ドイツに駐留する。 第11飛行隊は、ジャベリン FAW、4回 AW、5回 AW、9と、機種更新を頻繁に行うとともに、第25飛行隊から搭乗員を融通してもらい、東側諸国からの侵入機を溶撃する、スクランブル発進に備えた365日24時間の体制維持に努めていた。本国や西ドイツ以外にもイギリス空軍の数少ない、全天候戦闘機として、 キプロスやシンガポールといった世界各地に配備された。1961年にジャベリンを受領した第60飛行隊は1963年にマレーシア連邦が成立し、インドネシアと対立した際には警戒のため紹介の任についた。イギリス国防省は1957年国防白書において、イギリス本土の防君は、 有人戦闘機からミサイルに変更するという方針に変更し実用化が近かったイングリッシュエレクトリックライトニング以外すべての戦闘機は開発中止となってしまったためライトニングが完成して交代するまでの間はジャベリンも幾度も回収が加えられながら運用された FAW-7 ではアデン機関砲を2問に減らすと同時に ファイアストリークソラ対空ミサイルが主翼下のハードポイントに搭載できるようになり、左右2発ずつ、計4発を搭載した。1960年の末には、ライトニングの配備が始まり、1962年頃から、ライトニング解散との交代が行われ、最後までジャベリンを装備していた第60飛行隊も1968年に、兵隊し、ジャベリン前期が退役した。 訓練型のジャベリン T3 上部キャノピーの形状が、戦闘機型とは異なるほか、機種の黒色のレドームが小さくなっている。また、コクピットが全体的に前方にずれていることが見て取れる。付与コードについては、軍用機の命名規則のマークナンバーを参照のこと、ジャベリンの3面図、ありがとうございます。